こんにちは。こんにちは。第14回週刊 BGTV ニュースということで、はい、いよいよ、はい、プレーオフ始まりましたね、はい、始まりました。いや、終わったんじゃないかいやいや、もうこれからファイナル、あとね、残り、4チームまで来ましたんで。決まりましたね、4チームが。決まりました。すごいね、戦いがね、いっぱい続いてて、はい、まあこれね、こんな感じで、こんな感じでこう決まってきたんですけど、もうすごい試合ばっかりでね、はい、もう目が離せない。まあ、本当ですね。私もね、なかなかね、全国に、体は一つしかないので、はい、全国に行くわけにいかないので、はい、BGTV でね、はい、あの、いっぱい画面にいっぱい並べてみましたけど、はい、どこもね、いい試合ばっかりで。じゃあ、早速、ファーストラウンドから振り返ってみましょうか。はい、そうですね。東から振り返ってみようか。東から行ってみましょうか。うん、4位の岩手対5位の秋田。これすごかったね。これはすごかったですね。まあ私は BJTV で見てて、はい、秋田負けたってもうね3回ぐらい言いましたけど、はい、そっからですね、秋田が盛り返すわ、盛り返すわ、はいはい、まあ逆転、大逆転ですね、はい、まあレギュラーシーズンでは上位だった岩手を破って、オーバータイム2回だっけ。そうですね、オーバータイム2回で、最後マーシャル・ブラウン選手か、はい、が、3ポイント、あ、3ポイント、ごめんなさい、3ポイントを打つときにファールを受けてフリースローポンポンポンと、ね、3つ、あっ、もう結構ね、あっさりな感じでポンポンポンっていう感じで、はい、リラックスした状態で、決めて、最後は逆転勝ちと。素晴らしい、はい、すごかったですね、はい、やっぱアウェーにも随分なブースターが行ってたみたいだしね。そうですね、やっぱりね、あのブースターの数っていうのはね、ずいぶん後押しになったと思いますね、はいはい、そういった意味では岩手は来年、そうですね、もう一回チャレンジという感じですね。そうですね、はい、まあ、せっかくね、ホームコートアドバンテージを取るところまでは行ったんですけれど、はい、その次にまでは進めなかったっていうことで、まあ、ぜひね、ブースターの皆さん来年もっと後押ししていただいてほしいと思います、はい、応援しましょう、はいはい、その裏では千葉対富山、こちらも激戦だったね。そうですね、こちらもオーバータイムということで、はい、まあ、1戦目、富山がまあボロ勝ち20点差、はいはい、に対して2戦目は千葉今度30点30点勝つということで、まあ、全くね、こう、はい、様子の違う1戦目、2戦目だったんですけど、はいはい、3戦目は、まあ、競ったんですけど、富山が競り勝ったというようなゲームでしたね。素晴らしいです、富山。ね、ガルシア選手はね、はい、ガルシア選手、素晴らしいです。19点中14点取るというね、大爆発して、まあ、勝ち抜いてきたという。はい、まあ、アウェーに強い千葉と川内さんも言ってたけど、そういう部分もね、見れたし。そうですね、最後追い上げは見事でしたけどね、ちょっと最後フリースローがもったいなかったかなっていう感じはありますね、うん、はい、でその勝ち抜いたチームと新潟横浜が迎え撃つという感じでしたが、そうですね、まあ、新潟対、秋田の試合は、またね、秋田のブースターすごいいっぱい来てて、画面上だと右半分がこう秋田のピンクに染まってて、左半分が新潟のオレンジに染まってて、綺麗だね、綺麗だねどっちが勝つんだって、まあ試合はですね、まあ、これはちょっとさすが1位ですね、新潟が、はい、万全な感じで、勝ち抜くということで、そしてレギュラーシーズン同率だったね、富山と横浜が。そうですね、こちらは、まあ、接戦になるだろうなという大方の予想通りで、はい、まあ、1勝1敗点差こそねつきましたけれど、1勝1敗お互いの持ち味が出て1勝1敗になっての最終決定戦、うん、はい、 そうですね、そこに、辰巳さん見に行ったんだっけ。はい、見に行きました。ということで、ちょっと早いんですけども、はい、すいません、シーナお話のコーナー行きたいと思います。江島も言ってたんだよね。僕も言ってました。江島のお話のコーナーじゃないんだそうですね、あのブースター相変わらず僕には誰も話したことがなかったので僕の話はいいかなと、はい、横浜文化大学館にて、10、11と私2日間見に行ったんですけども、いやもうすごいですね、セミファイナルということで、あの普段の試合と全然気迫が違うというか。そうですね、選手の目の色も違うし、緊張感も違いますし、うん、まあ、ブースターの人たちもね、そうですね、ここにかけるみたいな、そうなんですよ、思いがものすごいので、日曜日はね、富山ブースターも本当にいっぱい来ていただいてね。そうですね、もう会場半分がね、真っ赤に染まるような状態で、まあ、私もね、ちょうど、はい、富山ブースターの前のところに席があったので見てたんですけど、はい、そうですね、見てらっしゃいました、ね、はい、あのもうね、後ろからの富山ブースターの声がね、ものすごい届いて、なかなかね、我々会場に行くことがないので、はい、ああいう声援をね、受けてる選手たち、まあ羨ましいなっていうのと、あ、まあ、こういう人たちがね、BGリーグを支えてくれてるんだなというのをこう感じて、は
感じましたけどね。やっぱ暖かさがすごい伝わりますよね。しても富山本当にすごくて、やっぱり一度スイッチが入ると本当止まんないですよね。まあ、すごくね、ノリのいいチームというか、はい、乗った時は強いですね、はいはい、素晴らしかったです。もうまあね、それを破ってきた横浜っていうことで、はいはい、まあね、流れ的に富山っていうタイミングもあったんですけど、はい、まあ、そこを横浜がきっちりとやり返したというか、はい、なんとか、はい、私もどうなるかと思ったんですけども、本当に、まあ、この勢いをなんとか止めて横浜が勝利ということで、まあ、横浜がね、はい、基本的に地元なんで好きな辰巳さんですけど、グラ、はい、富山もね、ずいぶん応援してたもんね、はい、応援してましたね。グラッキーとも仲良くなったみたいです。グラッキーと、まあ、初対面して、でこう一緒にお写真撮ったんですけども、すごいお手手が温かく熱く燃えてたんでしょうね、きっとね。そうですね。で、富山ブースターとも交流したりとか、はい、はい、そうです、話しかけてくださって。おかしいね、僕も富山ブースターの前に座ってた。羨ましい感じ。いや、きっとお忙しいからですよ。そうですね、はい、そうです、はい。その頃一方、西地区では、そうですね、西は、4位滋賀、5位京都、ここはアップセットで、5位の京都が勝つと。これもね、結構ね、まあ、はい、接戦になるかな、京地ダービーなんていうのもあって接戦になるかなと思ってたんですけれど、はい、結構ね、点差はそんなついてないんですけど、京都が、はい、まあ、危なげなくというか、はい、ああいう感じのゲームでしたね、はい。まあ、あともう一方が、島根対浜松、まあ、これは、はい、まあ、これも3位と6位ですけど、3位の島根が、まあ、これも浜松に、まあ、危なげなくというか2勝で勝ち上がってきたという感じでしたね、はいはい。そして、セカンドラウンドで王者沖縄をが京都を迎え撃ち、島根と福岡の、まあ、ほぼ最後まで競った2チームの争いと。そうですね、まあ、まあ、まずじゃあ、はい、島根と福岡に行きましょうか、はい、まあ、これはね、やっぱさすがですよね、まあ、レギュラーシーズン競るだけのことあるんで、はい、1試合目がオーバータイムで、まあ、2点差、あ、2試合目も、まあ、これは第4クォーターまで終わりましたけれど、はい、5点差ということで、はい、まあ、これもうほとんど差がない2チームでした。そうですね、あで、まあ、ジェリコヘッドコーチ、はいはい、島根のヘッドコーチが、まあ、どこが悪いとかっていうのも1本シュートが入ったか入んなかったか、うん、まあ、それぐらいの差しかなかったと言ってましたけど、はいはい、全くその通りなんじゃないかなというふうに思いますね、はいはい、もうこれはどっちが勝ってもおかしくないなという、そうですね、ことでしたけど、ね、まあ、はい、ホームコートアドバンテージですかね、はい、効果が勝ったというゲームでした。そしてまあ、これがプレーオフ、はい、怖さだね。一番びっくり、みんな、まあ、ね、皆さんもびっくりしたことでしょう。まあね、1戦目まさか25点差で沖縄が負けるなんていうことが現実に起きるとは思わず、はい、びっくりしました、はい、私ね、横浜の会場でちょうど BGTV で見てたんですよ、はい、横浜の試合を見ながら見てたんですけど、はい、あの富山のブースターがですね、はい、後ろから BGTV を覗き込んでですね、えって言ってました。富山のブースターが驚いてました、はい、いや、まあ、誰もがね、王者沖縄っていうところで、まあね、京都そうは言っても5位ですから、まあ、ここは沖縄がっていうふうには思ってはいましたけど、はい、やっぱね、京都ね、潜在能力ありますね、ここぞのところ。素晴らしいです、はい。で、まあ、2試合目はね、沖縄がまあ意地を見して30点差で勝ったんですけれど、はい、最後、まあ、最終決定戦で、はい、まあ、19対14ということ で、ね、京都が勝ったと、はい。いや、まあ、これもね、最初沖縄がポンと飛び出して、はい、これは沖縄ペースだな、あ、で、まあ、ホームですから、はい、まあ、これは、まあ、はい、沖縄がやっぱり最後には勝つのかななんていうふうに思ったら、はい、そこからの逆転ですから、やっぱ自力ありますね。自力ないと、あの逆転に行きはないかなというふうに思います、はいはい。そうですね、まあ、そういうわけでこの4チームになったわけですが、そういう意味ではね、新しいチームで2年連続ファイナル出てきた京都横浜、はい、そして、まあね、オリジナル6のアルビレックスと、まあ、古くから強い、まあ、上位をずっとキープしてた福岡という、はい、ちょっとした新旧対決みたいなね、はい、そうですね、新旧対決でありながら、でもどの4チームもですね、どこも優勝したことがない4チームが上がってきたということで、はい、どこが勝っても新王者が誕生するという、
ですね、はい、新しい王者ですから、また新たな展開がね、幕開け BJ リーグということで、新しいストーリーが生まれるんじゃないかなと思いますね。まあ一つそういう新しい展開もありながら、はい、BJ リーグ創設から頑張っていただいた大選手の引退もね、ここで決まってしまったと。そうですね、はい、秋田が敗退したということで、長谷川誠選手の現役が終わったということで、はい、まあね、もうちょっと見て見たかったですけど ね、長谷川選手の活躍っていう意味では見てみたかったですけれど、はい、まあ、ファイナルズの、ね、会場に、長谷川選手にぜひ来ていただいて、はい、まあ、リーグとしても何らかの、まあ、功労ということで、はいはい、表彰を行いたいなというふうにも今考えておるところです、ね、そして目玉企画として、なんかファイナルのコート上でこの週刊 BJTV ニュースが行われるやら行われないやらと、どうなるやら、ないやらの方が可能性が高いんじゃないかなと私個人は読んではいるんですが、はい、私個人としては企画しております。そうなんですね、 はい、あんまりね、出てる方の私にその、ね、出る出ないの権利はないので、出ろと言われれば出るんですけど、はいはいはい、もしね、ま、そんなこんなでいろんなことがファイナルでは行われると思います。、はい、ぜひ会場へお越しいただければと思います。そうですね、はい、もうここ至ってはどこが勝つか僕らみたいな人間には分かりません。そうですね、はい、私も予想しようかなと思ったんですけど、はい、もう見てください、はい、見てください、見るのが一番だと思います。でもし来れる方はぜひ会場に来ていただいて、はい、どうしても来れない方は BGTV で見ていただいて、はい、はい、最後新しいストーリーが始まる新王者、ね、はい、見届けていただければと思いますので、はいはい、お待ちしております。お待ちしております。はい、では次に会う時には、はい、新王者はここですというお話ができると思いますので、はいはい、ぜひ皆さんも見てみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。